各種学校とは、日本において、学校教育法に基づいて、学校教育法の第一条に規定される学校、以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設。各種学校は、公立のものは、都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは、都道府県知事が認可する。従って、各種学校に無認可校は含まれない。 2007年改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため、83条校と呼ばれることもあった。各種学校の由来は1879年の教育例、学校は小学校、中学校、大学校、市販学校、専門学校、その他各種の学校とするに始まるとされる。和洋祭、墓器、玉山、自動車整備、調理、栄養。 看護師、保健師、微美,美容、タイプ、英会話、工業など各種の教育施設を含む、インターナショナルスクールや朝鮮学校などの外国人学校の多くは各種学校である。各種学校は授業時数や教員数、施設、設備などの一定基準を満たした場合に都道府県知事の認可を受けて設置される。したがって審査基準は、 各都道府県が独自に制定するものである。専修学校と混同されることもあるが、両者は学校教育法において明確に区別されている。各種学校であるための条件は次の通りである。一条校に比べて、カリキュラムの自由が効くため、自由学園最高学部や日本聖書人学校、聖公会新学院、日本ルーテル人学校、聖経人学校、 中央聖書人学校など、大学や大学院並みの教育を行っていても、あえて各種学校とする教育機関もある。学校教育法施行事には、専修学校の定めがなく、整形の学校以外はすべて各種学校であったが、1975年の法改正によって、専修学校の制度が新たに規定され、規定の規模を有した。 各種学校の大半が1976年に専修学校に移行した。各都道府県では専修学校との合同の連合会が組織されている。ありがとうございます。